はーい、田畑さん、ご無沙汰しております。はいいやー、でも気がつけばですよ。あの、はい、お会いしたの2011年、12年。私も怪我してました。あ最初にお会いしたと怪我してなかったんだ。だから2011年だそ。そうですね2011年に虎山咲さんから連絡が来て、はい、インディペンデントミュージシャンに向けて残業作りやってほしいって言って、 残響ショップにレコードに行ったのが最初ですねそうっすねたもう10周年ですよすごいですね <laughs> でも僕個人的な出会いで話せば、はい、僕が記憶しているのはもっと昔なんですけどね京都ラグだそうですで、溺れたエビの検視報告書と 今澤景郎さんのツーマンで、ンはい、はい、<laughs> で僕、あツーマンだったかな多分ツーマンだったんです。で、すねで僕はあの DVD をその時買って、昆虫のそうあの絵を描いてくださったのがすごくごすにこびりついて離れないですね。はい、はい、<laughs> 一体何だったんだろうっていう <laughs> すごい歴史ですね、本当に。<laughs> もありがとうございます。<laughs> はい で、えー、お,お互いにあのー、いろいろ進展ありましてはいご縁がありまして残響ショップさんも結局ねあのあと、ね、残響塾で呼んでいただいて一回こっきりだったはずがあの私のでぜひインストアライブお願いしたいなと思ってあのー、ねお辞めになるまで年一で伺っていて、はい、でその後少々ご無沙汰して。 出ましたがまあ三角さんで再会しっていう感じですよねでそこで二回お会いした後のここですねそうですよねえっ、ー、とあともしかしたらなんですけど五反田の、ね、あそうだ家もねそうだ五反田あの iPad 魚屋さんと対談してますしそうですそうですあのその対談より前に二三度行ってますよね はいあのにあのそう。私個人のイベントもやっていただいたりとか、そう,そうそう、そう、結構ありました。結構あってな、おその時おそば食べに行ったりとか。なんかいろいろ、そうなんですよ。いろいろありましたね。<laughs> 結構お会いしてるのは、なんかこ,、ま、こまないところでね。はい、だから、動向を多分チェックしてたんだと思いますよ。だから、残響レコードさんの後、どういうふうに行かれてるんだろうとか。 あのいつまたどのタイミングで音楽の方にあのミュージシャンとして活動されてますけどはい、はい、あのどのタイミングであのまたねこういう音楽業界に戻ってくるんだろうかとか,、うん、かそういうなんかこう時々チェックをしている中で,そうです、ね、まあツイッターでは友達だったので。うん、ですよねは そう定期的にカゲロウさんからお便りが来るんで何かしらの媒体で <laughs> <laughs> あのそういうのでもすごく大事だなと思うんですよなんかこう、はい、しかもボリュームが半端ないじゃないですかカゲロウさんの,のお便りコロナ禍になってから特にねあのう内向きというかあの内向きの創作が多かったので、うん、なんかこんな今こんなですよっていう感じであれはすごい あの返事を返せなくて申し訳ないなっていう思うタイミングもあるんですけど、はいまあ、しっかりなんかその辺あの気になさらずでいてくれたら、まああの、定期的に送っていただけるとすげえ嬉しいなみたいなああ。全然なんか、うんそのあ、返事がないなとかっていう,いう感じになったこともないですし、あよかったです、まあまあ、あ見てくれてるな、でも忙しいんだろうなぐらいの感じで。 全然その辺は気にしてなかったですねあの,そうあのボリュームに対抗する返事の仕方が分かんないんで、<laughs> <laughs> これは気合入れて書かなきゃいけないかもしれないと思い始めるとしんどくなっちゃうんで、うん、ちゃんと読んでるよぐらいであの許していただけるなら。<laughs> いや本当にあの、あの詳細な感じはあの、なんというかあの、すごくありがたい。 のはありがたいっていうかありがたいのもそうだし単純にそ尊敬ですね <laughs> あ,すあれをキープできるって本当にすごいなって思いました <laughs> ありがとうございますあのもちろんそのねあの思うところはもう特にコロナになってからですねあのまああの手を動かすってこととやめないってことは一貫してるんですけどあのただねやっぱりいろいろ自分の中でも変化がありながら。 最初は海外に没頭していたけれども途中からあのオ,ンライン世界オンライン世界公演に変えてこ<ー>こからは逆にあの演奏の方がすごいこうぴっちり入っていくようになったので<ー>、うん、それまではなんかねあのまあここまで外に出られなくなるとは思ってなかったから<ー>なんか少しちょっとでも進展が後落ち着くまではちょっと海外の方で <laughs> でちょっと出られるようになったらば、まあ、ライブハウスは厳しいかもしれないけど絵を展示すつどっかで演奏できたらなぐらいの。 気持ちで、いたのは2020年で、うん、2021年になって1月7日に緊急事態宣言が出て、もう観念して、うん、ああもう腹くくった。あの私みたく私はどちらかというとあのい、いわゆるミュージシャンよりもたくさんオフラインでたくさん演奏してきた人間だと思うんですけれども、演奏している人間だと思うんですが、そういう人間が同じようにマイナーチェンジして、コロナを表現、表彰で置き換えたときに、うん、同じように。 お客さん来ないけどとりあえずでコロナであの風当たり強いけどとりあえずライブを外でやり続けようか細々とって言ってやってるとあの全員友倒れするのでな,<お>なんかまああえて出ないっていうあえて出ないけどあのそういう私と同じようにオフラインで頑張ってきたミュージシャンに背中見てもらって、うん、あのー、違う形のミュージシャンの希望みたいなものを結果的に見せられたらああのー、まあ、それはそれであのー、死なずに済むのでっていう。 はい、含めてですね。という感じでした、なのであの、私は今年になって急激にオンラインライブをたくさんやるようになったので、あのうん、田畑さんからのお誘いも、ね、いただいていたライブも、ちょっと見に行けなかったりとか。まあ、いえいえええ、あの、だから、そのオンラインをもうほぼ1年ですよね。 えー、ずっとやっあ私です、ね、あそうです、はい、12月19日からですのでもう300何日連続で、うん、数三本数で言ったらもう多分600何十本 <laughs> 数字の持つ力がいつもすごいと思うんですけど <laughs> あのでそのあの期間を経てえっ、ー、と先日ね国分寺で、はい、えとまあ 古典と、えっと、あとはそのインストアライブというか。そうですね、あの、インド古典に影響を受けた音楽の演奏ですね。その催しがあって。それを経て、えっと、今度は東京都内の、えっと。新宿区の四ツ谷。で、えっと、四谷アウトブレイクにて。今週末。日曜日。はい。はい。あの、つい二十四日。はい。 ライブを披露していただくと、はい、そのステージがまあ四ツアウトブレイクということで、はい、まあ今私が今あの店長代理を務めてるとこなんですけど、はい、すごいですよねあの私あの今今日このミーティングをする前にあの違うあの田畑さんご出演の番組見てましたけどまあご存知の方はご存知かと思いますけどねあのす,、まあ、すごい展開でなぜ店長やってるんだぐらいな感じでしたよね、うん そうですねなんかやっぱフラフラしてたら <laughs> 行き着いちゃったって感じですけどでででもねねね本当あれすすすよよ、ね、ごご縁ってすごいですよ、ね、それだけでなんか行かせてもらってるなーっていうもう減り下るしかない <laughs> もうありがたい話ですね数奇なもんだなと思います、うんはい、であれですよね田畑さんがいらっしゃるからまあそれはねその渋谷の三角もそうだし あと、まあ、ある意味、残響ショップさんの時もそうだったし、あのその間の五旦那の時もそうだったけど、うん、まあ、私もそうですが、田畑さんがいるから、それを頼りに行きましたみたいな、いや、ような関係性ってかなりあると思うんですよ。だから、あのー、ね、今年いっぱい、そちらをお勤めされるということなんですが、うん、やっぱ田畑さんがいらっしゃらないと、うん、私も、アウトブレイクさんってお店の存在は知ってましたけど、 でもじゃあ自分があの演奏させていただくっていう流れになったかどうかわからないのでだからあの、まあ、それも含めてやっぱ面白いですよねうんいや面白いですね面白いですしただ僕はあの、まあ、以前勤めてた三角っていうライブハウスはあのいい場所だったんですけどもうなくなっちゃったんであの残念なことにあの ぬるっと <laughs> 立ち消えてしまったんですけど、ただアウトブレイクに関してはまあ,あのこのコロナ禍を乗り切って、えっ、ー、と緊急事態宣言が明け、はいえー、で、私の公認となる。新店長も決まり、はい、で、えっ、ー、とまあ、これからさらにね、えー、面白いことというか。 えと私の前にずっと勤めてたあの佐藤学さんっていう店長さんが結構サブカルというか、はい、音楽以外のカルチャーも巻き込んでお店を盛り上げてきた、はいえー、こういったカラーもありつつ、はい、えと私と,、えー、と次の店長を経て結構音楽的にもディープな何、はいえー、だろう人選というか。はい リングもどんどん、えー、広げていければなというところで、うん、なので今回の14日のライブを、まあ、皮切りになんですけど影朗さんがなんかアウトブレイクをこう気に入ってくれるとすごく嬉しいなと思うんですよ遊び場ではないんですけど、はい、遊び場と言ってしまうとあれなんですけど影朗、はい、さんにとってはまあ表現の場であってほしいんですけど、はい <laughs> なんかアウトブレイクならではのことが今後、そのかげろうさんかけるアウトブレイクじゃないですけど、はい、ここでこう、ね、今後もちょこちょこっとこう定期的に何かが打ち出せれば、面白いことになるんじゃないかなとは、期待してたりもします、はいはいまあ、新店長とね、お会いすることもあると思うので、まあはい、今度お会いできますね、そしたら。 そうですねだからあの私、まあ、この音楽活動39年目活動をやって39年目になるんですけどもあのいわゆる仕事,仕事というかねプロ活動っていう形でやって31年目になるんですがあのここ6年ぐらいであのバタバタッと、まあ、肩書きというかねあの基本的には音楽ありきでやってることではあるんですがあの肩書き的なものが増えてでそっち起点の活動も をするようになりました例えば大学の教員だったりとか、あと、まあね、あの画家だったりとか。で、まあ、もうぼちぼち告知会期になるんですが、11月25日にはもう一つちょっと肩書きが増えてですね。<ー>えー、あのー、それ、そ <laughs> それ入るとまたちょっとね、あのー、面白くなるなっていう。 そこはなんかまだあのか解禁はあれなんですね、その日に合わせるということなんですよね、あのー。まあそうですね、だからその日に解禁するのは、まず新しいまあ肩がき、肩、まあ、がきたちょっと硬いですけどね、なんかそういうものが1個増えて、でさらにそれを踏まえて、早速あの私の作品があの一つ出ますと。で、それはあの絵でもないし、音楽でも音楽でもないし、絵でもない。 音楽のし絵でもないんだけども、うんうん、けどもあの一応あの、それに両方つけることは考えてます。うんあの両方あの、必ず、もう、ね、以前もちょっとお話ししたことありますけど、私、大学で講義するときも、画家として美術館で、うん、あの個展するときも、必ずベースソロから始まってるんで、うんあの今回もあの必ずベースソロから始まります。今度の新しいやつも。ベースソロで,ソロで終わるし、 視覚描写みたいなもう表現が一つされるのであれば、それはかん必ず私の絵になるのでうんの。うん。そうなんですが、今度はあの違う五感を刺激する可能性があるっていう。なんだ <laughs> 違う五感っていうと、もう <laughs> 視覚、聴覚以外の3つですか。<laughs> はいはい、ええなんなんだろう <laughs> 最近の SNS でちょっと引くようなあのものが、ね。まあ、確かにありますよね。もしかしてっていうのがあるかもしれないね。まあ、そうですね。あのー、そこはまあちょっとね、かげろうさんのツイートを見ていただければ、はい、あのー、なんていうか、まあ、あの <laughs> 定期的に確かに、あのー、摂取<っ>してらっしゃるっていう <laughs> あのー、私の中では、前もちょっとね、お会いしてお話したけど、私の中では、あの行為は、 あの手塚治虫さんが未来の年を書いたりとか、なんかこう、スタイリッシュな行為であるんですけどね、うーんあの未来予知というか、うーんあの、ね、もうそんなね、ねうわ、気持ち悪いとか <laughs>、うん、<laughs> そういうね、あのゲテ系ではないんですよっていうね。あまあ、そうですね引。引かせてしまってすいませんですけど、はい、でもね。うん もうわかる人には諸バレですけどね。まあ確かに。<laughs> はい。さて、さて、しかし、その肩書きは何でしょうっていうね。はい、そう、そこはね、<laughs> とはいえっていう。<laughs> <laughs> で、まあ年内には完全に、まあこの11月25日に発表して、で、まあ年内にはもう早速その最初の表現作品というか作品物 世に出ますで、それを踏まえての来年からのツアーですので、来年は本当、あのベーシスト作曲家、昆虫画家、大学教授、プラスアルファの五段攻撃で、はい、でも何で言っても絶対ベースは弾くしあの、で、アウトブレイクさんが何を面白がってくれるかっていうのもにもよりますしねうーん、はい。なんかね、前もちょっとお話したけど、なんか。 まあ演奏もしますけど、はい。遠くになるのか、うん,う,んうん、うん、あの、面白い人組み合わせるのかとか。そうですよね。<laughs> そこはなんか、ぜひ実現したいところだと思います、<ー>はい。あの、あ,あのうん。こうなんか、恒例の行事じゃないですけど。いいープな笑っていいと思って <laughs> <laughs> ディープなテレフォンショッキングというか、はい、ディープなテスコの部屋というかです、ね、そうですねもうアウトブレイクはもう本当にそういうもう巣窟ですから <laughs> いやなんかねもうライブハウスミュージシャンもそうですけどライブハウスも本当にずっとねあの耐えてきたというかこの状況でねこら、ね、えてきましたからねだから今度 まあ第6波、いつ来るかわかりませんけど、その、発散するときはね、ちょっとこの間に溜め込んでたクリエイティビティを、もう一気に花あのー、まき散らしたいなと。はい,はいまあもちろんね、その手始めは今度の日曜日なんですけど、はい、うん、私のマグマも相当溜まってるので、うんでやっぱこの間、こあの今年になって600何本ライブしてますが、オフラインライブっていうのは、この間の国分寺で7本目だったんですね、まだ。 東京はこの間初であの東京都内で言ったらばこの、ね、今度アウトブレイクさんはまだ今年になって2本目ですから、うん、まだ全然あれですよあのマグマがぐつぐつといっている感じです、はい、いやすごい熱量やなだって本当キープというかキープどころか、まあ、キープしつつ熱量とかなんか進化もしていってるから、はい で、今もう、そのね、さっきの手塚さんの話じゃないけど、自分自身にそれを刻み込むみたいな、はい、<laughs> そうそうそう、なんかあの、あれですよね、そう自分の体を画材にしてるんですよね。自分の体を画材にしているっていう。いす,すげえよな <laughs> あのいあの。腹が立ったら腹筋するってやつですよね。あ、まあまそうそうそう,そうです。<laughs> 怒りを全部腹筋にぶつけるってやつそう。自分にぶつけるってすごいことですよね。<laughs> その 自傷行為とかでも違います,い違いますね。鍛えるって、でも確かにそういう人っていますよね。あの、なんか、なんかこう、嫌なことがあったら腹筋しろとか、腕立て伏せしろとか。<laughs> コロナがなかったらばね、おそらく走ったりとか、いると思うんですけど、ただこの瞬間的に、うおーっていうのって、<laughs> っマラソンじゃだめなんですよ、ダッシュしないと。ってなると、ダッシュもやっぱり、あの、 距離を必要とするのでフィールドを探さなななけければいいいじゃでですか、うん、でも、外に出ることができずに、であの、全部自分の体内にぶつけて研磨するってなると、すごいわかりやすいな腹筋ですよね。わ <laughs> かりやすいのかな <laughs> いやいや、本当でも、も皆さん参考になればいいんですけどね、<laughs> それが <laughs>。ちょうどね、私、去年の、まあ、あの、 いろんな解釈の仕方ありますけど、私、去年1年コロナ禍で活動していて、はい、あのー、一番頭をよぎった単語が大丈夫だったんですね。うん大丈夫だったんです。で、私、託てくれたってアルバムをあのー、アフリカのルワンダーで作ってリリースして、その曲の最後の曲は大丈夫っていうんですけども。はいはい 大丈夫っていうことであのー、去年は、まあ、ある種時々自分を守ったりとかしていたんですね。うん、で今年はもう最初からあのテーマ研磨だったんで、うん、あの大丈夫だからねってこう自分を安心させる以上に、うん、あの不安なこととか不満なことがあったらどげっていう <laughs>。確かに。研磨しろっていう。 全部研磨にぶつけるればなんとかなるでしょっていう感じで来ました今年は <laughs> そう。ワンテーマちゃんとき決めてそれに向かってこうなんかこう楽しめるというかさんそこすすごいですよね <laughs> なんかすご,すごいってなんかまあ、ね、その客観的というか相対的な判断と思うんですけど、はい、結構ね今その先ほどね弁義上いか怒りとかって言いましたけど、うん、怒りっていうよりもなんかねあの まあこれ言ったら本当にもうガチのボディビルダーさんとかにも笑われちゃうけどあの腹に絵描いてる感覚なんんですよねうーんあの自分の世界観で,で全然ボディビルとかも当然興味ないし整形とかタトゥーとかも全く興味ないんですけどあの普通にこうできる行為の中で、うん、あの自分を研磨すると。であの人体拡張願望っていうのが例えばある人なんかはピアスをしたり、はいおね、ピアスをしたりとかタトゥーをしたりとか整形したりとかいろんな人いると思うんですけど。 私もなんかそれ違う意味での拡張願望って子供の頃からあったんですけどでもあの体に穴開けたりとかではなくて、うん、なんかそれがれ練習楽器の練習に行ったりとか,、うん、なんかあのまあ、ちょっと勉強したりとか,、うん、なんかそれをしてたんですけどなんかやっぱ画家をの活動するようになってから、うん、あの全然本当ににもうガチのボディビルダーさんとかに笑われちゃうけどあの,のレベルじゃないんですけどなんか。 自分も画材だし自分も歩く古典だなと思ったら、うん、あの私っていう存在自体が古典だったら、うん、それをいかにその整形とかなんとかそういうことじゃなくて、うんあのうんまあ、自分も画材だよねっていう自分も画材だし自分もキャンバスだよねって、うん、で考えた時に今まではその表現行為っていうのを自分の演奏だったりとか出来上がっていた音楽作品だったり絵画っていうものに向けていたんですが、うん、いやいやいや私が食べているものとか いっていう人間とかあの全部だよねって最近思って,思って、はい、人によってはそれでね服をすごいたくさん着飾ったりコーディネートしたりとかそこでセンスを使う人もいると思うんですけどあの私はいつもベースインジャー T シャツなっているので <laughs> じゃあどこ研磨しようかって言ったらもうねあと体しかないっていう <laughs>、はい、いやその研磨をテーマにあの次えー、まああさってですよねはいそうですね からそう14日、もう言ってる間に来るんですけれども、はい、もう聞く人というか、この場で体験する人は、その研磨を、景世、はい、さんの,そのテーマで持ってるその研磨っていうのをこう感じ取ってもらえるような、そういうステージになるんでしょうか、はいな,な,なんか一気になんか、こう問答が王手っぽくなりましたね。<laughs> <laughs> うん <laughs> <laughs> いやなんかね、はい、あのー、結構やっぱスピードって結構あると思うんですよ、はい、あのテ,テーマというか、はい、僕が勝手に感じていることなんですけど加減ロッのそのなんだろう速さっていうこと、はい、スピードとか、まあ、瞬発力とかよくありますね。研磨ってそこもこう結構つながってるようなテーマな,なような気がしてきてそのスピードを上げるための <laughs>、はい、<laughs> なんかこう。 トレーニングではないんですけど、うん、必要なことというか、うん、まあ、あた当たり前にあるものっていう、うんはい、イメージがあるので。なんかそのおっしゃったスピードを、まあ今年テーマ、実は研磨ともう一つ完全即興っていうのがあって、で、完全即興っていうのはもちろんそれは全部、うん、あの毎日のオンライン配信に反映して、完全即興ツアーっていうのをう世界5体力108都市で今年はやったんですけど、あのーまあのま即興っていうのはある意味スピードなので、うん、あの、うん 降りてきたものを速射するっていう。うんうん、なので、そうですね。おっしゃる通り、あの完全即興であれ研磨であれスピードはテーマですよね。いやー、<laughs> 本当ではもうすごいなって思うんですよね。なんか脳がだんだん劣化していくというか、あの、はい、老化していくと、だんだんその頭の中で思ってることと、はい、その例えばそれを口に出すことが、はい、だんだん遅れてしまって。 はい。だからどどもったりとか、はい、<laughs> なんか頭の中ではきれいに喋れてんだけどこうなんかこう人との会話でうまくしゃべ,しゃべれないみたいなこう、うん、ご,もごもごもごもってななっちゃうのを。はい。 もう年を重ねるごとにその鋭さが増していくみたいなことって、尋常じゃないと思うんですよ。<laughs> あのそこがその同世代の、はい、例えばあの、影呂さんの同世代の人とか、ですねはい、そうですね、そのあたりって、結構そのこう、落ちてくると思うんですけど、影呂、うん、さん、変わんないですよね。うん、変わんないとか、まあ、もちろんねその もうちょっと今睡眠取らないととかやっぱ体からアラートが出てまあ前とか本当にショートスリーパーだったので,で同じようにショートスリーパーで過ごそうとすると2週間とか続けてるとやっぱりちょっとこうアラートが体からアラートが出てきてね今寝ないとやばいですよって例えば頭痛だったりとかそういうのは前になかったものが出るようにはなったのでそういう時は寝てますがただあれなんですよねあのまあさ以前さんのコロナ禍直前に三角でお会いしてから 私自身がねもうぼちぼち1 0キロ絞ってるんですよね。なのでその部分そのおっしゃった衰えてきたなんか細胞がその1 0キロと一緒に外にこう出してるっていう、うん、捨,て捨て去ってるっていう、うん、で今私の中で継続してつながってるのは当然新しい細胞なのでここ3ヶ月の。うん だからもうそんな老いと共に出てきたそんなもの知らねえよっていう。うんいや本当にそこの,そのバキバキ具合というか <laughs> そこが本当にあのなんだろうな驚異的すぎる話だなと思っていてあの同じその50代の人と接することもあるんですけども、はい、本に時によく出るのはやっぱりその,その老化というか老いというか。はい どうしようもないんだよねみたいなことを言うんですけどそういう人はだけど実際にどうしようもなくないじゃんっていう人が今目の前にいるっていう <laughs> このあのなんだろう <laughs> 無言のメッセージじゃないですけど <laughs> <laughs> なんかその若く見えますねとかっていうのはほん言われるのは本当に嫌で。 あのー、細胞がで私のお客さんもすごいよく分かっててあの若,若いですねと若く見えますって絶対言わないんですよ。うん、あの細胞が新しいですねっておっしゃって、うん、<laughs> すごい教育されてますね。<laughs> 今日も細胞が新しいですね。うん、ありがとうございます。そうなんです。細胞が新しいんですってよくわからない会話であのー、で私もなんかその老いに抗うとかっていうのは全くなくて自然なんですよね。うん あの、うん、本当に自然物の中で生きている。まあだから私がこうあの2週間後にもう一つ肩書きが増えると言いましたが、それをやっているということも、うん、なんかあままさに自然の中の行為であるので、まあねそのその肩書きが何であるかっていうのは別として、まあこれは普通に皆さん公言していることですが、あの私は毎日以下の十数種類の昆虫を食べているので、まあそれはもうすでにあのもう <laughs> 皆さん分かっていることなの、ねはい <laughs> なんそれも含めてですね。1日1食なんだけど、1、うん、日1食玄米これぐらいしか食べないんだけど、あの食べてる品目の半分以上10な、13種類ぐらいは昆虫ですっていう。うん、<laughs> 別にそれがこの,この秘訣かどうかわかりませんけどね。<laughs> いや、いやまあでも確実にそのなんだろう要因の一つではありますよね。はい、いやーだから をしてるんだけど、うん、やってることが自然になってるとか、なんかその <laughs> 行き着くところがこう自然みたいな話。本当、はい、おっしゃるとおりです。だからあのコロナを氷河期とした場合にあのみんなこう友あの今が一番今一番いいものをみんな信じて今一番例えば儲かりそうとか今今一番なんかこう得をしそうだとかこの人一番景気よさそうだってものするよってなんとかおこぼれにっていう,いうような状態で氷河期とか。 あのコロナ禍になると、まあ、みんな死んでしまうわけですがそうなった時に「お前こんなことやってバカじゃないの?」とかなんかあの全然関係ないことやって「お前何人味やんの?」とか「お前コスパ悪いな」とかっていう人がそこでバーってみんな友達れしてるとこで気がついたらまだ生きてるみたいな、うん、であの私の人生の役割的役回り的なものがもうずっとそんなそんな生涯であるので、うん、なんかその中で、うん、でもなんか <laughs> そこで寝てるんじゃなくて。 あの関係ないことやって何の意味があるのっていうことを研磨するみたいなうんでそれが本当,こう本当に地球地球というか、ね、あの皆さんがやばくなった時にスクッと立ち上がってこっちこっち逃げたら大丈夫だよっていうふうに言えるっていういやーすごい本当にあの結構勇気のあるその行為だとも思うしその生き方として <laughs> マジであの見習ってほしいとは言わないけど絶対にでもあのなんだろうなマイノリティっていう言い方も変なんだよな、はい、なんかこう自分の好きなものとかこうなんか意味があるなしは問わず、はい、えっとこ,うこれを何か惹かれてしまったものっていうのはあってでもそれを,を続けることに何かその なんだろうためらってる人がいたらまあ、さん見て欲しいなっていうのもありますよね <laughs> <laughs> なんかあのー、ね、ツイッターとかってあんまりこう、物々しく言っちゃうと、変な風に取られたりとか、まあ、炎上とかしたりもするから、あのあんまりこう、全然偉そうなこと言いたくないし、また、あ、説教嫌いなんで、今、ま、余計なこといっぱい言わないんですけど、でもね、皆さんよく自分の表現で食べていけないとかっていうじゃないですか、表現食べていけないとか、やりたいこと追求したいんだけどとかって。 ただ、なんか私自身が確信を持って言えるのは、あのー、自分の表現でみんな食べていけると思いますよ。うん、あの、これ、よくね、なんかすごく成功した人とかが、自分みたいな才能がないやつでも、これこの程度の努力でなんとかなったんだから、なんとかなるよみたいなで、ね、無責任な話ではなくて、はいはいはい。うん、あのー、多分ね、普通に皆さん好きなことを表現したら、 うん、いけると思うんですよね、まああのまあ、もうね今さっきああのアラームなっちゃったんで具体的な話はもうちょっとできないですけど、うん、でもあの <laughs> 根拠あるのって言ったら、まあ、あ,るあるんですよねであるしあの今私がやってることもそのワンノ部ゼだしと、うん、むしろあの変な寸止めとかストッパーかけたりとか誰かに媚びたりとかしないで、うん、なんか自分のそのエッジの部分をも,うもっともっと前面に出して うん、もうやりきった方が多分食べていけるなっていうあの食べていけるっていうかまあ食べていけるっていうかまあもう全然日本豊かなので。 それはね、貨幣としての年収が減ったりしてるのはそれはわかるしライブミュージシャンなんて私だって仕事は10割なくなりましたからそのライブってことで言ったらば、うん、年間250本が0本になりましたから、うん、だからあのそれは本当によくわかるんですよそういう状態って、うんうん、でそれで鬱になったりとかあのいやもうそれでもう自暴自棄になったり諦めたりとか、うんうん、でもあのなんていうんですかねいやーでもねもっともっとひどい国たくさんあって、うんあの も,もっとこうあの満たされない国もあってもっと飢えてる国もあってうん、うん、えそんな状況を考えたらばまだ全然食べていけるよねうん、うん、っていうか食べていける食べていけないんだったら別に上人間上に強いんだから1日2日別に絶食したっていいし <laughs> 週に2日間ぐらい食べない日があったってちょ,ちょうどいいと思うんですよねなんかあの変に変に皆さんあの無駄なものついてたりする場合なんかは <laughs> その方がすごいキレが出てきていいと思うんですよね <laughs> 少なくとも絶対私たちは上には強いので、うん、はなんかねドラッグ中毒と一緒でなんかこう1回食べたら世の中のもんっておいしいから買ってほしいから2回目食べたくなるじゃないですかどんなもんでも、はいはい、お菓子だろうとに焼肉だろうと、うん、えそもうそれ、まある意味ドラッグと同じであの、うん、もう体必要としてないのになんかそのドーパミンが欲しくて食べてるだけだからそれ全部捨ててしまえば。 まあそ,れにね、それによってもたらされる幸福感が欲しくて生きてるんだっていう人も当然いると思うんですけど、うん、でもそこで溺れてしまうと多分全部一緒だと思うんですよね。あのうん、それは食欲であれ性欲であれ言ったらア、ね、イポルノとかだってあの必要性そういう生殖本能と関係ないところであの過剰に、まあ、ドラッグ的に煽ってるわけですよね。で一回したら気持ちいいからまたもっとやりたくなると、うんで。全部中毒になるわけですよね。でそれ一個一個 なんか自分の中のだらしなさがもっとこう研ぎ澄まされていくんじゃないかな。でもしその人が表現で生きていきたいんだったらば、ばもっと表現に向けられるよねっていう。うんはい、というとは思います。もちろんそれはあの一元的な話ではないので。うん、うん、で、私はもうあ,<ー>あの,あの表現以外のその食べ物とか、もう、うん、全部もうもう捨てたので、もう興味がない <laughs>。美味しいものを食べるということを、もうあの私はもうそれ優先順位の中で上に置いてないので。 うんはい、でもそれでも表現ですよねだからね。いやなんかやっぱ表現をするって結構そのなんだろうプラス足し算みたいな風に考える人も結構いるけどやっぱこう引き算みたいなこともやっぱあって何を選択するとか何がいらないのかなっていうところとかそういったところで残ったものがこれだよなっていう、はい、そのある種その覚悟じゃないですけど。はい そ,そこだけだと思いますね、なんか生きていけるその人間のスペックそのものはやっぱ高いじゃんって、だから、そ,そ,そのギリギリになるまで、なんかこう、それでも何かこう、残ってしまう、何かみたいな、それがそ、それぞれ、人それぞれだと思うので、なんか、景郎さんはそれを、もうそれこそ変な話、自然とやっちゃってるっていう。あの 目の前にある1回食べたら絶対食べたくなるものとか1回飲んだら絶対また2回目飲み,、うん、飲みたくなるものと、うんえー、天秤に例えば表現したいものがあるとかあ,のあと自分が表現するときに自分が一番美しいと思うのを美しく見せたいと思っているっものをてにかけたときに、うん、以前はも,もちろん私もともとすごい大酒飲みだしもともと大食感だし食べるのすごい好きだったんですねもう毎食必ず3000食べてたし1日3食3000食べて昔は本当食べるの好きだったんです。 だけど、今、普通に天秤かけて、もうきりないなって思っちゃったんですよ、ね、もうね、その食欲とかそ、それ以外の人間の欲求って。で、表現ってことに関して言ったらば、あのー、いかに自分の表現をもっと美しく見せていくかっていうことを最優先に置いたら、もっと自分の心も健康的になっていくし、あのー、自分がもっとこう開かれてるっていう充実感もあるんですね。うん、ただただ美味しいものをただずっと食べ続けてること以上に。 あとあの怒りに任せて何かに感情をぶつけたりとか、うん、誰かを罵倒したりとか <laughs> そんなことよりもはるかにあの、うん、そうだから多分その今こう病んでるというかなんだろうないや一概人からげに言えないかもしれないですけど、はいはい、なんかこう豊かすぎてなんかこうあれもできるのにこれもできるのにそのチューブラリンのまま なんかそこそこ満たされて、はい、で、また次の欲望にこう、うん、ね、導かれるまがまあ、こう、あれも気持ちいいからやろうとか、<laughs> なんかそういうことにこう、こう、なんとか自分自身というものがなくて、ただただ目先の気持ちいいところに引っ張られてる人の方が、あの、満たされてるはずなのに、あの、 貧しいといとうか、あのー、絶望してる人も多いら、ね、そうです、ね、これで全然最初から何にもねえぜみたいなだけどこれだけやってますみたいな、はい、こう自分自身を強く持ってる人っていうのは、うん、世間から見たらそんなにそのなんというか、あのー、豊かそうに見えないのに、うん、本人的には全然、あのー、なんだろう充実してるし、はい、というか世間的に見,見られる。 その豊かさとまた別でなんかその表現するものの凄みみたいなのはやっぱりあってそれは誰が見てもあのそれは明らかだったりするっていうところが、うん、なんかこう共通してるかもしれないなと思いますね。なんかコロナになってなおさら明確になったんですけど、はい、なんか私の中では当然ね私も人間なのでやっぱり感情の起伏っていうかね自分の中外には出さないけど中で。 なんか自分がダメなんじゃないかとかって思うことはよくあるんですねで自分の人生を振り返った時にやっぱ一番頭の中によ,よぎってる言葉ってチクとかふざけんなよとかなんですよねうん、うん、それ全部自分に向けていることですよ、うん、あのいかに自分がなんか無力でとか情けなくてとか持つべきものが何もないとか取り柄がないっていうことでずっと悔しがってきた5052年弱の人生ではあるので、うん 毎日こう悔しいことの方が多いわけですよ今も。でだけどなんかそうなってなった時にどっちかなんですよね、うん、そ,んそういう気持ちになりそうな時ってまず手が止まってるだからもうすぐ絵描き始めたら解決するし、うん、絵描き始めたら表現さ解決するし、うん、あるいはあのもう常時寝不足なので。 そういうい時に寝てしまえばすっとこう解決してもうすぐ気分も晴れるし<ー>だから手が止まってるか寝不足かどっちかなんだって実はとっても単純で<ー>それが分かってしまってからはあなんかちょっといつもと違う感情が持ち上がってきたぞと思ったら作るまず作るで<え>作,って作ってもなんか気晴れないってことは多分相当疲れてんだべなってなったら寝るみたいな, <laughs> なそこはすごい単純です。 なんかそのネガティブな感覚っていう、ああまあ、特にその誰かが憎いじゃなくて、あの俺なんてダメだっていう、俺なんてダメだっていう感覚、<laughs> 俺なんか何者でもないっていう感じがもたげてきた瞬間、あとなんか嫉妬じゃないけど、うん、自分なりに結構頑張ってるはずなのに、なんで自分だけこんなとこにいるんだろうって、おもちゃっつ瞬間ねあれ、なんか自分らしくないなって思ったときは、大体手が止まってるか、うん、寝てないか。で、そこの部分はとってもなんか私、単純みたいです。 それはね、なんかすごい面白い話だ。ちょっといろいろ深掘りしたくなる話だけども。<laughs> も時間ですから、ね、そろそろ。では、あの、はい、なんかネット上では多分これ、初対談だと思うんですけど。あそうですねあ。ありがとうございます。無事にこれが取れておりません。そして、あの当日あのお会いすることを楽しみにしております。はいあの、はい、このねあのねあ なん対談をご覧の皆さんもぜひ会いましょうね。はい、会いましょうって。はい、<laughs> じゃあこんな感じですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、四ツ谷アウトブレイクの店長代理ですね。あの私とはもう本当、ずいぶん気がつくは15年近いお付き合いになりますけど。はい、はいえー。あの、田畑さん、田畑店長代理でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、はい。じゃあこれ、一応今沢かげろうの QRB さんであの終わりにしたいと思います。ではでは、さよなら。ありがとうございました。